はい。また降るんですかね、雨。もういいぜって感じしますよね。なので、ちょっともう道割る予想は、無料メルマガの方でやりたいと思います。まあ、あの、日曜は晴れっぽいんで、まあ、あっても、ややおもぐらいだと思いますんで、何じゃあ、ややおも、穴馬は、この動画後半でお話ししたいと思います。まあ、まずはですね、あの、普通の馬場だ、ということを想定して、爆穴を、ちょっと紹介したいと思います。まあ、言っても、オークス、 本当ね、異常なレースで、いきなり16走ってたものが2400走るってこ、まあ、例えば、マイルチャンピオンのセリフォスとかがですね、いきなりジャパンカップとか出てきたらびっくりしますからね。まあ、みんながそれをやるわけですから、予想が難しい。もう私も思わず、そ決闘票を眺め始めましたからね。もう決闘派でも何でもない人間が、決闘に頼ろうかと思ってしまうぐらい、あの、未知の領域を予想する場合に、 な、何かにすがらなければいけないっていうことですよね。これは人間の差がです。その未来を推し、測るための道具が決闘、け統いや、私は双方予想家なんで、双方で、これを見抜くと。これはあの、ここでしか出せない情報だと思いますんで、見抜きます。まず、ね、リバーティーアイランドに対する見解を話しますと、あ、出すの忘れてました。 こういうのを作ってみたんですよ。新たな試みです。双方の印象をものすごい短い。もう超短文で示して、います。3文字ぐらいで。もう見た瞬間のこう第1巻みたいな、第一印象みたいな感じです。ド派で、リバティアランドもうほんとド派で、もう1頭走ってたら、なんだこりゃ、このままだけ全然レベルが違うじゃないかと。わかりますよねもうすごいでしょもう、パワーが、出力が。 そういう馬ですよね。なので僕はもう今まで見たサラブレッドの中で2番目という点数をつけた。もう合速球投手みたいな感じですよね。言ってしまったら。大谷翔平みたいな感じですかね。これがあだになるんじゃないかという仮説。つまり僕がそのすんごいな、もうこれ見るからに迫力がすごくて、とんでもない馬だなって感じた馬ってのがまあ今までで2といて、サーテルナリアと。 リバーティーアーランドなわけですよね。サーテルナーリア、ダービー、4着に負けてるんですよ。まさかの4着ですよ。馬券外したんですよ。ね、こうなってしまって。で、まあ結果的には、G1 取れたのは2000メートルの2つ。そして金古書を買った感じですかね。まあね、ちょっと2400あたりは長かったと考えることもできるんじゃないかと思うんですよね。 これ、コベシン杯ハイ勝ってるからっていうのはありますけど、これ、ちょうどスローのゲーバーだったりもしたんでね、32秒3で上がってるんで。<laughs> まあ、うんで僕のね、印象ではですね、やっぱり一番強いのは2000ぐらいだったかなっていう印象がありましたね。サートゥル・ナーリア・マニアとしてはそういう感じがしたんです。で、そういうようなね、すんごいド派手なパフォーマンスをするまって、まあ、たまにいますよねで。グレナディアガーズとかですね、僕が。 大好きな双方の馬。まああれはまあ短距離馬ですよね。でまあグランアレグリアだってそうかもしれないですけどもオークスは出てきさえしませんでしたからね。NHK マールに回りましたからね。うんまあそうですねその後 2000m にもチャレンジしましたけれども結果は出ずうんやっぱりねこんだけこうすごいド迫力なパフォーマンスをする馬ってやっぱり長いところになると何でしょうね。 このエネルギーのコントロールがしにくいというか、なんかね、怪しいなっていう感じが、双方の印象からはやっぱしてしまいますね。まあそういうことを思って、双方理論からその狙いを定めていくんだとしたら、ド派手タイプじゃなくて、おとなしめの地味系の馬を狙うべきじゃないかって思うんですよね。まあステイヤーって比較的そういう馬が多いですね。無駄な動きをしないというかですね。大シャワーみたいな馬ってそうですよ。 なので、これね、地味系の馬をちょっと探していきたいかなっていうことで、こういう感じ出しております。やっぱりですね、過去のオークスをちょっと思い返してみてもですね、ん地味系の双方の馬が来てるなっていうのをね、感じるんですよねで。で、それちょっと先に、最初に思い出したのはですね、去年で、去年のですね、この一2着馬っていうのは、僕は地味系の双方の馬だったと思ってるんですよね。スターズ・オン・アースって、 すごい奏法ではないですよね。僕はいつも90点にしてるんですけれども、うん、なんかね、そんなに特徴がある奏法ではないんですよね。ものすごい大飛びだとかではないし、えー、そんなに弾むような飛ぶような奏法じゃないんですよね。デュラメンテもそうだったんですけれども、まあ、あんま特徴ない奏法なんですよね。スタニングローズも飛び小さめですね。最大出力はない馬だと思いますね。あのマイル G1、先週もダメでしたよね。 なかなかですね、すごい足を持ってる馬ではないですけれども、平均的に、えー、ずっといい足を使える、まあ、レース後社っていうか、中長距離向きの馬ですね。例えば赤い鳥の娘なんかもそういうタイプですし、ウィン・マリリンとかもそうですかね、この年なんかは全部僕は地味だと思いますね。ラブズ・オン・リー・カレン・ブー・ケドル・クロジェネシスっていうのは僕は採点したら低めの点数になります。 ちょっとまあ、一とこれ、こいつは、化け物で別物ですね <laughs>。これはもう、すごい、綺麗な走り方しますけれども。まあ、こういう例外もね、もちろんありますから。まあ、それはもうしょうがないんですけど、全体的にはですね、そういう,う、地味系の双方の馬が穴だなっていうのは感じるわけです。ので、具体的に探っていきます。もうなんか明らかに地味で、双方見て、なんかあんまり解説することがない。 特徴がない感じの馬っていうことでいうと、ドゥアイズ、ドゥーラあたりですかね。このあたりは、飛びも大きくないし、そんなに柔らかいとか硬いとかもないし、うん地味ですね。このあたりは怪しいかもしれないって思いますね。まあ、ドゥアイズもね、そういう、あんまり何か特出した能力があんまりなさげなところで、 毎回、えー、頑張っていて、堅実に走り続けていますからね。らまあ、スターニングローズみたいな馬も、こういう風にずっと堅実に走ってきて、えー、オークスで花開いたって感じですし、まあ、ライシャーみたいな馬も、まあ、クラシック路線には乗ってたけれども、ちょっと足りないっていう馬でしたから、今回化けても不思議はないかなって感じはします。ドゥーラも、まあ、そうですかね。ドゥーラはちょっと、 とさすがに足りないのかなーっていう感じですかね。まあね、いずれもちょっと不気味な感じはしますが、やっぱり、両馬場だと前奏のね、あの負け方を見ていると、ちょっと足りないかなって感じしますかね。少し渋ってきて、しぶとさが生きるような展開だったら、ルーアイザあたりはあるかもとは思います。で、もう一頭ちょっと表現は変えたんですけれども、同じ種族、種類の、馬、 面白いのがいるんですよね。ラベル。静か。っていう風に表現したんですけど、本当にですね、静かな合理的な、えー、走りをするまで、私、ずっと以前から、これはオークスだ、オークスだって言い続けてきた。アルテミスステークスの時から、これはオークス向きなんで、っていうことをね、言ってきたんでね、 いや、今回狙わないわけにいかない。やっぱりね、こういう静かな走りだと、マイルで、もう出力が足りないと思うんですよね。例えるんであれば、リバティーアイランドの走りとかって、もうギガデインみたいな感じがするんですよ。バリバリ、ドシャーンって感じの、もう大地を揺るがして、大破壊を起こすようなですね、馬力をすんごい感じる、えー、力みなぎる走りな感じがしませんか もうラベルはね、なんでたどるんであれば、なんか、バギークロスとか、バギーマーとかでもいいんですけど、なんか、静かな、し、まあ、静かでもないのかななんか、ね、爽やかな風が吹き抜けて、こう、スパッとくる感じ。そういう、なんか伝わんないですかね。<laughs> この馬の大外からですね、静かに交わし去る感じ。僕は、バギークロス感を感じたんですけどね。まあ、なんか普通にたどるんであれば、なんか EV、EV。 リバティアイランドはもう F1 カーですよ。もうす、もう、ゴーン立てて、ガャーンって行くやつで、ラベルは、あの、プリウスとかアクアとかなんかあるんじゃないですか。なんかもう静かにこう、スーって行くあの車。ああいう風な印象を受けるぐらいの、ね、おとなしい走りですよね。滑らかで、柔らかくて、なんか引っかかりがなくて、エネルギー効率が良さそうな、静かな走りなんですよね。なので、 はずっとオークスだと思ってましたね。まあ折り合いの問題とかね、他の問題もあるとは思うんですけれども、うーん、まあ、逆にこのマイルだとこれどうにも間に合わないだろうっていう、ね、この時はハマりましたね。まあまったっていうよりは、リバティがただ自滅したってだけですけどね。まあ、やっぱりね、チャンスが出てくるのは中長距離だと思うんですよね、ダベルは。お姉さんのナミュールがいて、去年3着してますけれども、うん、これとは全然走り方は違いますね。 あっちはもう結構力がみなぎってるんですけど、こっちは力が抜けた、合理的な走りできてると思うんで、双方理論からはやっぱり、もう一度、この馬に注目したいなと思っております。で、せっかくこの表で出したんで、まあいろんな馬見ていきましょう。まずね、コナコーストですよね。うーん、これ2番人気でしょうけど、僕は逆らいます。えー、単純に飛びが小さすぎる。 ストライドが伸びなすすぎると思います前走は最内を回る競馬がです、ね、非常にフィットしたと思うんですよね。まあ今回もね、うちうちぴったり回ってきたらやれるかもしれないですけれども、僕は単純に広い東京2400向きの走法には思えないです。えー、小回り1008とかだったら非常にいいと思うんですけれども、ここでは押しにくいかなと思います。ハーパーは、ん、これは言ったら首が高いんですよね。 単純に合理的じゃない走り方をしてるなっていう風に感じる。ただ、ストライドはまあ、それなりに伸びるんで、粉コーストみたいにスパッと完全に切るということはしないですけれども、んあんまりそそられないかなという感じはします。えー、っと、これと同じ表現をした、まあ、えっと君の名はマリアとでも言いますけどね。これは同じ表現ではありますけれども、採点上は全然、 レベルが違います。ハーパーの方がずっといいです。ストライドがずっと伸びるんで,で、首が高くてちょっと書き込むような感じになっちゃってて、合理的じゃない走法っていう意味では僕は似,て似たタイプとは思いますけれども、君の名はマリアの方がだいぶ下だと。前回も走法最低評価としました。今回も最低評価になるかなと思います。これが来たら私はびっくりします。不良ババとかだったら可能性あると思いますけれども、良ババで通用したらぶったまげます。ソーダズリングはバラピッチ。バランスがいい走りなので、 僕好きですけれども、まあ、ややピッチ寄りですね。粉コース、だいぶいい通用の可能性はだいぶ高いと思いますけど、これもうちうちを立ち回って、3着ぐらいはあるのかな、ゴールデンハインドに前走、やっぱり負けてるのに人気なのが気になるんで、まあ、あんまり見よみよ感じないです。ペリファーニアとゴールデンハインドはもう単純に大きな走りをしてるタイプなんで、うん、まあ、面白いと思っています、前回の動画でお話し,しました。 ミッキーゴージャスがね、気になりますよね。これ一番最後にお話します。えー、新緑化は、僕はこれは、どっちかって言ったら派手系だなと思います。新馬の時に、すごいキレッキレの走りをしていて、僕はかなり、そう、高評価したんで、阪神ジュベナイルの時に本命したんですけれども、いや、本当に、長距離向きなのかな東京向きだとは思うんですけれども、結構、いい回転で走るまで、 お母さんのレイカーラーの方の影響も出てるかと思うんで、まあ、少なくともステアタイプではないような印象があります。ライトクォンタムも比較的地味な奏法ですね。ちょっと姿勢が低めでバランス系の走りです。ヒップホップソウルも面白い奏法沼ですね。首が低めの低い姿勢のピッチ奏法って感じなんですよね。結構回転が速いんで。やっぱりあれですね。 これも、小回り1008、2000とかは合いそう。集歌賞向きっていう感じがする奏法でしょうか。だからこのあたりそうですね。ソーダズリングとか、えー、ハーパー、ヒップホップソウルあたりはですね、僕は、集歌賞で面白いかなっていう感じのする奏法です。ということで、もう一頭ぜひ爆穴に指定したい馬がございます。今週末、雨が残る可能性もあって、やや重ぐらいの可能性は あるじゃないですかそうした時に非常に怖くなるこれですこの表現ちょっとなんか不気味じゃないですか血を這うようなパワフル系の奏法エミュエこれはもういかにも爆弾もう一言印象で言ってしまったらユーバー霊弁っぽいですねデムロシュで大外一気するっていうのも。 まあそのままなんですけれども、そしてね、双方的にもですね、小柄で血を這うような低い姿勢で、そしてちょっと足を叩きつけるようなパワフルな感じの双方で、もういかにもステイヤーっていう感じの馬ですね。もうライスシャワー感半端ないですね。小柄な中にスタミナとしぶとさがたっぷり詰まってるっていう感じの、怖いですね。こういうまあ無理ですよ、もうな、半身マイルで。1分32秒台みたいな。 全然無理なんで、まあ、ここでもう完全に大敗しているとはいえ、もうほぼ、その前の、まあ、中距離の競馬で、ミチュアルなんかでも勝ってますしね、いやー、不気味ですね、雨が降ったら、もう本当、一発やっぱり B コースいわベンの年もそうですけれども、雨が降れば、外出しになるんですよ、先週もね、とにかくそ雨だけを待ってたんですけれども、なかなかそうならなかったですよね。 雨降ってたら、荒れきちゃってましたよ。ディフィーナ、ね。そういうことになる可能性あるんで、で、もしもリバティアイランドが雨を食いにしたりするようなことがあれば、大穴一発ありますね。うん、うんなので、これはぜひ用したいと思います。最後に、1頭だけ残しました。ミッキーゴージャス。これがすごく気になると思うんですよね。僕も、まあ、気になってます。 2戦2勝でこのミッキー・ミッキーのー決闘でお母さん、大クスバでもうなんか夢がいっぱいあるしあの応援したいしもう全然別路線だしこれはどう評価するんだっていうのは悩まれると思うんですけど結論から言ったら僕は押さない多分、買わない方向で行こうかと思います。 走法がですね、ちょっとね、分かりにくいんですよ。ここまで2走とも、ちょっと馬場が悪いところで走ってるんで、わからないところはもう当然あります。芝の両側で走ったら、うん、全然ガラッと変わって、すごいフットワークで走っちゃいましたってなったら、もうそれはもうどうしようもないんですけれども、今までの見せている走法、で、前走はやや重なんですね。上がりが35秒0で上がってるところの走法を見る限りでは、 いいいまちそんななにいいとは思わなかったですミッキー・クイーンっていうのはお母さんは素晴らしい双方の馬でしたあのオーストラリアは綺麗に伸びて姿勢もいいですし、うん、柔らかい動きですしもう,もう本当にモークスーパーにふさわしい牝馬、えー、の中長距離のお手本のような典型的な馬ですけどこれはちょっとですね足も折ったような感じの走りになっちゃってるし ちょっと硬い動きには見えるんですよね。決闘的なロマンもありますしね。先週なんか、ウィルシーナのディビーナが突っ込んできたりしていて、まあ、歴史が繰り返すっていうようなこともあるし、怖いんですけれども、まあ、やっぱりね、そういうこともあって、穴人気すると思うんですよね、結構。あんまり妙味もなくなりそうだし、双方見た感じでは、今のところそんなに評価しないということにさせてください。まあ、わからないんで抑えましょうって言ってしまうことは簡単なんですけれども。 まあ競馬来るか来ないかの2つに1つですから僕なりの双方理論からの見解を言うんだとすればあんまりいいここまではいい感じはしないのでまあ潔を買わずに他のちょっとね今挙げたような地味な面白みのある穴馬を狙いたいと思っておりますということで今回はあの双方の特徴をちょっと出してみるというちょっと試みにしました。点の方は無料メルマで ランキングにしてお送りしますので、概要欄からリンクしております、メールマガの方をチェックしていただけましたら幸いですと。双方にこだわって予想してみました、もしも予想の参考になりましたら、いいねをぜひお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。